笑った時に歯茎を見せて笑いたい方はこの動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、 YouTube のチャンネルからご質問いただいた内容にこの動画で、ね、お答えさせていただきます。まあハート口で笑った時に歯茎が見えないというご質問だったんですけど、まあ、ハート口に関してはちょっと直しようがないので、笑った時に歯茎を見せたいというね、そういった笑い方に変える方法をお伝えいたしますので、ね、ぜひ最後までご覧になってください。おそらくこの笑い方なんですけど、逆に引きすぎていると思うんだよね。出ないということは。そしてここら辺の筋肉が硬いと思うので、まず最初にこの辺を緩めてください。外回しに回転させて、この引き上げる筋肉がありますので、頬骨のこのエリア全体をこのようにほぐしてください。で、まあ、口角を上げるイメージを持っていただいたらいいと思います。最初にほぐす。そして次、笑い方ですけども、最初に中の口ですね、こういうふうにしてこのまま笑うとちょっと怖いんですけど、今こんな感じで前歯が出ます。それをちょっとこっちがほぐれてきたら歯茎まで出てくると思いますので、ぜひね、こういったほぐしてから中の形して笑う、これだけでね、だんだんできてくると思いますので、これをできるまで家で練習してみてください。で、1回でね、すぐ変わるようなもんではないです。で、あなたがその生きていった年、まあ、あなたの年齢にもよって変化というのが早くなったり遅くなったりします。それというのは、こういった笑い方を長期間続けていると変化がしにくいので、やはり長期間ずっとこういった笑い方をしていると、こういうほぐしもしっかりしていかないといけませんし、こういったエクササイズですね、こういったことも何回もやってもらったらいいと思います。まあ、そんなにかかってくるということを予測しておいてください。で、早ければ早い人もやってみればわからないことなんでね、変化が早い人もいます。でも表情が硬いので、やっぱりこの全体的にほぐしてからやってみるというのも一つの方法だと思いますね。もしコンプレックスというのがあったら、ちょっと表情も硬くなるので、別にその練習の時ね、一人でやる分には失敗してもいいと思うので、たくさん失敗してください。そしてここが動かへんなとか、ここがちょっと硬いなというのを見つけてください。で、そこをほぐしていく。で、やってみる。で、まだうまいこといけへんかったら、この笑ったまま硬いところを探してほぐしていってください。ね、顎が引いてしまうと、顎をちょっと出ます、ね、ちょっと引きます、ね、顎を引いたままするとなかなかうまく笑えないので、この辺りもしっかり、ね、意識して前歯合わせるようにして、顎の位置を、前後の顎の位置を正しい位置に持ってきてからやってみるというね、もしあかんかったらそういったことも気をつけてみてください。はい、今日の内容が良かったら評価の方もお願いいたします。チャンネル登録がまだの方はこちらからお願いいたします。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。